月刊オリアツシ2月号はい、というわけでトレジャーガーデンのオリアツシです。今月の月刊オリアツシは何をお届けしますかと言いますと、料理の動画にしたいと思います。このコーナーはですね、自分が好きなことを自由にお届けするコーナーなので、毎回企画はフィーリングで決めてるんですが、以前ですね、生姜焼きの動画をお届けしたんですが、あれが結構自分の周りで作って美味しかったよっていう声がちらほらあったりして、よかったなと思ったので、今日はですね、僕が昔から好きでよく作っているオムライスをちょっとお届けしようかなと思います。簡単でボリュームもあってお腹いっぱいになるメニューなので、よかったら一緒に作ってみてください。それではスタート。ちょっとですね、スーパーでですね、ちょっとこんなもの見つけちゃいました。見てこれカニカマなんすけど長くね、やばいと思って、こんな長いカニカマを見つけてしまいました。昔ね、カニカマ食べ比べなんて動画をお届けしたぐらい、自分カニカマが大好きなんですよで、練り物全般がまず好きなんですけど、ちょっと気合い入れにまずカニカマを食べたいと思います。うん、おいしい、めっちゃおいしい。うん、それでは始めます。はい、まずはですね、玉ねぎ使います。玉ねぎは自分半分ぐらい入れちゃいます。で、今回みじん切りにしたいので、もうざっくり切っちゃって、で、これ使います。やべ、飛んじゃった。これ使えばもうみじん切りがあっという間なので、うん、はい、できました。目も痛くならないし、めっちゃ便利です。あとね、ウインナーとか入れたら美味しいので、ここも入れちゃいます。はい、で、卵はですね、2個ぐらいいっちゃいましょう。やっぱ落としたもう大丈夫か、俺気をつけましょうね。で、僕ね、卵にね、こう味がついてるオムライスが美味しいなと思うんですよ、いつも。なので、ちょっと塩と砂糖を足します。お塩ね、まずちょっと入れて、砂糖もね、小さじ1杯ぐらい入れちゃいます。ちょっと甘めにします。まあ、オムライスなんてね、絶対、家庭の主婦の方の方が上手に作れると思うんですけど多めに見てくださいね。それではやっていきましょう。はい、それでは作っていきます。ちょっと換気扇つけちゃいます。油、はい、じゃまず先にね、玉ねぎ入れます。で、次にウインナー。で、ご飯ね、ご飯ちょっと大盛りです。あ、ちなみにこれ1人前です。で、ある程度炒まったんで、塩コショウですね。で、ケチャップ入れます。うん、美味しい。はい、ご飯完成です。で、次ね、卵をやっていくんですけど、僕ね、このふわとろオムライスっていうよりかは、
どっちかっていうとこう昔っぽい卵でくるまれてるようなオムライスが好きなんですよ。なので薄焼き卵を作ってそれで巻いてくっていうオムライスにしたいと思います。さあできるかな、うまく。で、いつも自分卵をやるときはこのバターをね使います。バター入れるだけでめちゃくちゃ美味しいオムライスになるんで、ちょっとね高いですけどバター入れちゃいます。最後の1個、あーいい匂い。では卵入れます。結構あっという間に火が通っちゃうんで、時間との戦い。ね、もうある程度火通ったんで止めて、あ、いいですね、卵を、あ、卵じゃねえや、ご飯を乗せます。ちょっとご飯多いなこれ。ちょっとどころじゃない、めちゃくちゃご飯が多いんですけど、ちょっと頑張ります。で、ある程度ね形を整えて、で こっち側からこうぐるぐるっと落としていく感じ。ここに皿を置いていきます。よいしょ。お、なんとかなんとか成功。じゃーん、オムライスできました。はい、というわけでオムライスができました。まあ、ちょっとね完全に負けてるかっていうとそうでもないんですけど、まあでも全然ありでしょう。でケチャップをねかけます。何をかこうか、こんな感じでいかがでしょうオムライスと乾きました。それではいただきます。ね、一生懸命カイトオムライスを塗り広げていただきます。うん、うん、やっぱね卵を甘くしてるんで、なんかケチャップがそんなになくてもめっちゃ美味しい。うん、いやーこれは止まらないわ。ふわとろデミグラス系もねもちろん美味しいですけど、やっぱこういうなんか昔っぽいオムライス好きですね。はい、というわけで今月はオムライスを作ってみました。こういう感じでね、自分が好きなことをフィーリングでお届けしている企画ですので、来月も見たいなって方はよかったらチャンネル登録お願いします。でね、トレジャーガーデンとしては最近ちょっとね歌の活動を1月2月ってちょっとお休みしてたんですよ。まあ充電期間というかそんな感じで、3月からですね、徐々に稼働してまいりますので、で3月16日はね横須賀の金代食堂さんというところでワンマンライブさせていただくことになったので、こちらも席が本当わずかとなっておりますので、よかったら、トレジャーガーデンにメッセージ SNS かなんかでねメッセージください。今年もね皆さんに楽しんでもらえるライブができるように頑張ります。というわけで、トレジャーガーデンの折谷敦史でした。またねー。